クロボーズギスカは、続き木ワニキスアモクに所属する魚類の分類群の一つ。オニボーズギス、クロボーズギスなど、中層遊泳性の深海魚を中心に四属15種が所属する。加名の由来は、ギリシア語のキアズマとアデュースから。クロボーズギスカの魚類はすべて海水魚で、大陸から遠く距離を置いた外洋の深海に幅広く分布する。 海底から離れた中層を遊泳して生活する種類が多く、主に中深層から全身層にかけて報告されている。クロボウズギスカの魚類は一般にやや細長く、体長は20センチメートル前後の種類が多い。高校からにかけて、消化管の伸縮性は著しく高い。このため、自らの大きさをはるかに上回る獲物を捕食し、飲み込むことが可能となっている。 同様の特徴は、風船ウナギか、水魚か及び多くの超鎮コ光類にも認められる。黒棒ずき酢族の仲間は、発酵器による生物発酵を行う。発酵器を口の中に持つ種類もあり、獲物の誘引に使用されている可能性がある。背びれは2つあり、7から8本のトゲ状からなる前半部と18から29本の南上部に分かれる。 尻びれは1棘17から29何情。前上顎骨、主上顎骨は細長く、後方で固く結合する。前上顎骨の先端は背側に拡張するとともに、側方に分岐する。椎骨の数は33から48個。黒棒ずきスカには、ネルソンの体型において4属15種が認められている。一方で、分類の見直しや、新種の報告も相次いでいる。 本校ではフィッシュブイスに記載される32種についてリストする。本科はかつて鈴木アモクに含められたこともあるが、現在ではワニギスアモクに位置づけられるのが一般的となっている。黒棒ズきス族の一種。太平洋、大西洋から報告のある種で、体長は最大で15センチメートルほどになる。ありがとうございます。